はい、皆様こんにちは、リヒトドゥンケルハイトでございます。異世界の主役は我々の実況プレイ続けていきたいと思います。さて、前回は長いイベントで骨島さんがスパルタクスさんと一緒に核のところに行ってしまいまして、核兵器のところですね。せっかくなんで、まあ、一回やってると思うので、ちょっと話を聞いてからにしましょうか。変わってねー、ブレてねー、ワロス。この辺も変わってるな。あ、お城。まあよかった。お城に話すこといっぱいあっても困るなーって思いながら入ったんだけど。どれもいない。あー、ちょっと待って。ちょっと本がワンチャン更新されてたりしてないかな。更新されてなさそうな気がした。てか、レノちゃん、どこ行ったんだろうなー。ていうか、前回ちょっとすいません。途中から思いっきり上にずれてしまって。直したはずが、まあちょっと範囲がね、見えてなかったんで、ちょっと直しようが、入れないんかい。ちょっと感覚で直したんですけど、直せてなかったという罠でした。すいません。まあちょっと大事なところは切れてなかったんでよかったかな。さて。ですね、近い先に行けるようになったんで、そのクエスト1個残ってるのが、これクリアできそうな気がするんで、ちょっとコウモリさんと合わせてから一回外クリアできるかどうか。試してみます。ここで売っちゃうとダメなんですよね。アイテムどうなんだろう。あれ？シチューがある。なんでシチューがあるんだ？なんでシチューがあるんだ？なんでシチューがあるんだ？お？これシチューって、イベントでレノちゃんに渡したやつじゃないのか？まあいいや。なんかキャラクター少なくなってるな。あれこっちコネシマさん派じゃねえか。この人コネシマさん派じゃねえか。じゃあ、まあ、行こうか。ちょっと村とかどうなってるか見たいな。村。村とか、壁とか。え、コネシマ王国農村にて。ありがとうございます、ロボロさん。重税も廃止され、これでなんとか生きていきます。あれという夢を見たんだということで。という夢を見たんだ。忘れてくれ。忘れてください。完全なるフラグ。残念なる私がやらかした。いや、私がやらかしたと言っていいのがよくわからないけれども。フラグ管理ミスっているところに思いっきり入ってしまった私が悪かった。申し訳ない。すごく申し訳ないと思っている。とりあえずキラキラだけ回収させてください。見なかったことにしてください。そして誰か報告しといてください。絶対やってるから。絶対他の人もやってるから。私みたいな、ここどうなってるかなーっていう見たがりさんが絶対いるから。びっくりした。いやー、そうだよな。あのままずーっと、イベント続いた。多分あのままだと完全にフラグ回収されてないんだよ。いや、せめて、ちょっと一回ここでセーブするわ。一回ここでセーブしてから、ちょっとそこだけ入れるか確認させてください。そこだけ入れるか確認させてください。オッケー。ここ確認ってなんだ。ああ。ここのクエストはちゃんとこなせますね。オッケーです。よかった。入っちゃダメですよ。これは罠ですよ。ちなみに、森は？あ、キラキラだけ回収していこう。ワンチャンオークさんが出れば。出なかった。これね、トルコで、こうやって、あ、ここの、まあ、見えてない、カーソル見えてないでしょうけども、これでクモさんとか、なんか押すたびに、何をするかっていうのを変えられるみたいですね。ただ、いちいちマウスっていうか、センターを出してこないといけないのめんどくさい。よいしょ。見えない。バグってるという夢を見たんだということで。という夢を見たんだ。あ、入れる。まあ、入れるわな。現在ここは何者も通さぬよう、国王陛下より命じられている。いえ、そこをなんとか。僕は王様と親友なんで、殺されそうだけど。特に腐敗した漬物の匂いがする男は絶対に入れるなと。それもう大先生の一言でいいんだけど。あいつ、どうする。いや、もうそれはもう実力行使でしょ。平さに悪いけど、突破するしかないわ。せやな。なんだ貴様ら、どうしても通るというのか。
ならば私を倒してから行け。不可能だと思うがな。え、なんでその自信満々なの。相手は騎士さんだぞ。拳銃は聞かない。聞いたらびっくりするわ。聞いたらびっくりするわ。まあでもそもそもね、あれがめんどくさいので、ちょっとやっぱり切り替えていこうか。はい。あ、4は、せめてワンタン対応。せめてワンタン対応。ごめんなさい、兵士さん。なんか嫌な気配がするわ。この先慎重に進みましょう。え、なんか新しいやつが出たりする?かく。絶対に復活させてはいけない。どうしたロボロ?早く行くわよ。うん。どうしたんだ?急にどうしたんだ?よいしょ。ぷにぷに。あんにゃ。あんにゃとか言っちゃった。じゃあ、コウモリの羽だけゲットしてから一回戻っていいですかね。よいしょ。ちょっとセーブしとこう。さっきみたいなバグがまた起こったらめんどくさいし。よし。回復して。まあ、別に物は変わってないわな。クモの糸がめんどくせえ。なんでクモさんばっか最初に出るんだよ。なんでクモさんが最初に出るんだよ。クモ下がっとけよ。おー、そう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 。なんでクモ最初に出るんだよ、本当に。よし。クモさん、クモさんじゃない。あ、新たに塞がれてるとかしないんだ。あ、コウモリさん。コウモリさんの羽を5個ほどいただけませんかね。コウモリさんの羽を5個ほどいただけませんかね。ちょっとキラキラを集めながらコウモリさんの羽をゲットして、ちょっとクエストこなそう。せっかくなんでね。もう二度といけないと思ってたからちょっとどうしようかなって感じだったんですけど。よかった。もう一度行くチャンスがあって。オッケー。あー、尻尾。クモさん1体しか入れてないのになんでそんな出る率高いんですかね。食用コウモリさっき手に入った？見てなかったわ。なんでクモさん？え？オッケーさんの方にもクモさん確かに入ってるけど。1体しか入ってない。なんで？あ、待って。なんで1体しか入ってないのにクモさん出る率高いんだ。謎だわ。あ、食用コウモリ。これはもしかしたら、これでいくつだ。食用コウモリ、あと1個。あと1個、ごめん。あと1個、あと1個、あと1個。出た。ほう。オッケー。これで揃ったはずだけど、一旦帰りますね。はよしろ言われてんのにな。まあしょうがない。こういうとこ、こういうのはな、RPG の鉄則やから。大丈夫。寄り道してもいける。ただワンチャンもう一回兵士さん戦闘が入るというバグが発生する可能性はある。まあそん時はそん時やな。まあどうせ兵士さんの戦闘ぐらい大丈夫でしょ。アイテムを渡します。はい。お金4500。難しい版とかあれだよな。金を使う用事ないんですよね。何に使うのやろ。貯めといたら、最終的に大先生がこう、帰った、あ、ね。あそこ入ったらまた、おなじみに。最終的に大先生が帰った時に、こう、なんか手持ちが、なんとかっていう感じとか帰れるんだろうか。帰れるかそもそもこれ何千年も、何千年じゃ千年経った後とかいう、一応流れだから帰れるとかそういう問題でもない気がするんだが。ふう、けい。できればロボロさんのレベルもちろん上げてんだけどなぁ。嫌な予感がするということはボス戦が、セーブしたかったけど勢いでいっちゃった。ん?あれ?あの化け物どこ行った?まさか。え?復活してんの?なんで?死んだんちゃうんかい。あら。こいつまだ生きてやがったか。あの時気絶してただけなの?これは手強そうね。こいつを急いで倒さないとナノマシンが稼働しちまう。人よりも落ちていい。そこの穴、深そうだね。ロボロさん?うまく引きつけてはめれば深手を負わせられる。え?僕が引きつけるから。ロボロさん、やめて!そこから下に落とそう。
ロボロさん、ちょっと待って、ちょっと待って。まずいでしょ。自己犠牲精神溢れすぎてる。危ない、危ない。そうか。そうかじゃねえ。おう、ちょう！ビンタ。ビンタ。何言ってんの？バカじゃない？せめてさ、倒せないとかいう判断とかしてからにしようぜ。せめてちょっと戦おうとしてからにしようよ。命を大切にしなさい！そんなに命を粗末にしていたら神様が悲しむわ！でも、あなた、それじゃあ狂った心や旧世界の人間と同じになるわ。そう、なのかな。そうよ！命は絶対に大切なものなのよ。脱字。人は人を裁くことすらできなくなったのか。命の価値すらわからない。急にどうした？無条件で大切なものなの。あ、これオポレディさんのセリフなの？だから人は自分の弱さから神を作った。違う？違うっぽいな。ごめん。命は大切にね。うん。バケモン待ってくれてんのかい？うつ大先生？へいへい。戦うわよ。あいあい。3人で戦えば勝てるわ。行くわよ。行くぞ。なんだろう、セリフ。お、かっこいい、かっこいい。拳銃聞かないよね。ですよね。知ってた、知ってたけど聞いてほしかった。そうか、とりあえず話してみようか。年結構あるし。よいしょ。ドーン。本当でっきればロボロさんのレベル上げてから行きたかったな。まあ、そんなに強くないっぽいから、結構トーニラも効いてるし。トーニラなのか、トーニラなのか。トーニラはちょっとおかしそうだな。いけそうだな。ゴーン！これでもう全然歯が立たないって言うんだったら、それから考えてくれ。あ、レベル上がった。やったぜ。倒した！やった！力を合わせれば、どんな困難も打倒できるわ。ほんまかいな。さあ行きましょう。無視された。無視されました。けっ、つまんねえやつら。ん、あ、レロちゃん。あ、普通についてくるだけなんだ。すげえ戻る、すげえちょっと戻りたくなる。あ、ごめん、引っかかった。そこ渡れないんだった。ここすげえ通過できるように見えるんだよな。じゃあ一旦セーブを、あ、間違えた。セーブをしまして。レノちゃんついてくる、かんだ。ついてくるんだね。結構このまま直でいけるけれどもなぁ。いや、ちょっと待って、軍編成ロボロさん入れられるだろう。間違えた。入れられたのか今。コウモリさん入れてもちょっとあれかもしれないから、ウォークさんか、こいつが強いよなぁ。もしくはダークスライム。攻撃力15。でも、2匹入ってるからいっか。素早さかな、ネックだからな、この子は。とりあえず、これで、まあ、ダメだったらダメだった時を考えて、まあ、基本的には、突っ込んでいこう。もう、アイテム、もう、あー、左上のキラキラ。っていうか、全然なんだろう、コネシマさん、妨害要素置いてないんだな。まあ、スパラタクスさんしか、それがいないしな。行くぜ！あー、ちょ。上に行く流れでちょっとそのまま押してしまってたから。はい、時間的にはもうちょっといけるけど、まあ、まあ、多分イベント長いだろうな。遅かったな貴様ら。全ての準備は整った。はい、え、やめなさい。それは神聖なものよ。あなたみたいな悪魔がそんなものに使うものではないわ。神から与えられた人の生きる希望よ。ロボロさん出てないけどいるんだね。コネシマ、もう諦めろ。もう人民はお前の言うこと聞かんぞ。やかましい。数奇境の野郎といい、何でもかんでも他者依存しやがって。そうだぞ、もっと話し合ったり僕に利益誘導したりしろ。何とかしてやる。適当。お前はもういいわい。ケチしまい、いずろ。まあ見とけ。俺は俺のやり方で効率的に成し遂げる。効率。あ、この後ろのマークを、後ろのなんか、なんかすごいのがあるな。性質とこのナノマシン組み合わせると、そんな簡単にできない。おお、やめなさい。おお、どう組み合わせたん、どう組み合わせたん。ん、これは
やあやあ、久しぶりやな。何これ、三途の川？三途の川か何かですか？あ、チスチス。あ、お疲れっす、チス。軽い、軽いや。あ、すいません、ちゃんと聞こえます？うむ、聞こえてる。元気？最近どう？いやあ、意外と大変だわ、国王。何このやりとり。感情で動く奴らを指導するの疲れるし、アホらしい。まあ、しばけば言うこと聞くわ、あいつら。しばくな。やっぱ暴力だよな。うん、暴力だったわ。あと、虚構。あ、そうだ。大先生、着いた？来た、来た。全く変わってなくて笑ってしまったわ。逆に変わってたらびっくりするな。まあ、産地直送クール便でお届けだからな。確かにクール便、確かにクール便、効率的だったし。ということで、準備はできてるので。条約を履行する。来なさい。怖い！ていうか、その川渡れんのか？渡れんの？しかし、お前が約束守るとは、生後初めてじゃないか。やかましいわ。否定せんのかい！え？広がった！ん？え？ちょっと待って。どんどん遠ざかってくよ。おや？あ！すべて嘘。君と締結した条約を嘘だ。なんでこの川が広がってくの？すごい音楽になってる。はい？あ、エラー。めっちゃエラー出てる。騙したな。やっぱりかーよ。生後初めて約束を果たすということは結局なかったんだ。教会と共に消えてもらう。さらばだ。え、ちょっと待って、これどこなんですか？盆栽生活100万年なんでやねん。絶対嫌や。まあ、お相撲と楽しく遊んでろ。すぐ行くよ。え、通気橋さん、結局どうなったのか分かんないんだけど、どこに行ったの？あれ、くれてやるよ、こんなゴミ。何？ゴミ？神への冒涜よ。人を幸せにしないものに価値はない。つまりゴミだ。あんたね、陛下大丈夫ですか？ネットとの接続は？失敗した。まあ、今逃げるのに役立ったが。行くぞ、スパルタクス。どこへ？どこへ行くの？逃げるぞ。逃げるって。国境のコネシマ軍を率いて王都を奪還する。ゾッチが来るぞ。ゾッチ？待ちなさい。なんかあいつ異様に焦ってたぞ。とりあえず、王都に戻るわよ。え、追わないの？性質を元に戻さないと、置いてきた仲間が。戻ろう。ぬるいな。え、待って、なんで？え、いやー、楽しそうで何よりです。めっちゃ予算降りたぜ。よかったね。よく考えて使えよ。もう小細工は通人と皇帝だ。あ、レベル3めっちゃ使えんじゃん。いっぱい買っちゃおう。何を買ってるので、どうするの？ん？重心戦術理論を採用する。何それ？いやー、なんか、なんだろう。核使おうとしたけれどもダメだっただろうな。あそこでネットつないでグルッペさんとちゃんとガチで話したのかな。条約って何なんだろう。いや、なんかすごいわけわからないというか、謎が深まるばかりで。いや、今後楽しみですね。次は4月5日更新予定とのことで、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。